よし、行くぞ。よう。頑張ろうぜ。いい試合をしよう。相手になるぜ。決めさせてもらう。しまった、見てらんねえよ。しゃれな、おら。悪くないフォローだ。カバーしてやっから任せとけ。さてどう攻めたろうかな。止めに来ねえなら決めちまうぞ。僕が打とう。俺がいる、心配すんな。これでどうだ。悪くないフォローだ。フォローなら俺がいくらでもしてやるぞ。バスってほんま腹の探り合いやな。よこすんだ。決めさせてもらう。しょうがない。行かせてもらうで。こんなものか。絶対は僕だ。図が高いぞ。ひざまずけ。格の違いを教えてやろう。ちょうだい。なんや楽しいわ。止めてみろよ。任せたよ。よっとパスだ。ちょうだい。バスほんま腹の探り合いやな。よっふっふっ。邪魔だし、こっちだ。お願い。絶対は僕だ。図が高いぞ。ひざまずけ。格の違いを教えてやろう。こっちだ。よし。最近息の合ったプレーができているよな。これからもお互いフォローし合って楽しんでいこうぜ。連携がうまくいくということは進歩と言っていいと考えられます。さらに努力を続けてお互いに今よりも上を目指しましょう。また負けた。ではお汁粉を頼むのだよ。へいへい、おごりゃいいんだろ。お前から言い出したのだからな。今日はしんちゃんの運勢が8位とか言ってたから勝てると思ったんだよ。だから俺はラッキーアイテムで補正していると言っているだろう。そもそも、お前の今日の運勢は10位で、俺よりも下なのだよ。それを早く言えよ！ん？習得の。あ、花宮さんじゃないですか。そういえば、前に月バスでスティール技術の特集が組まれてたんすけど、花宮さんのスティールも特徴的で面白いっすよね。100% の成功率を持つスティール。その正体は、相手のパターンを全て読み、ボールを奪う。よく知ってるじゃねえか。相手のパターンを全て読み切るなんて、そんなことできるもんなんすか？俺にしてみりゃ、お前らのパターンを読むなんて簡単なことなんだよ。特に、正確な状況判断でのパスであればあるほど楽に止められるぜ。へえ、すごいっすね。パターンを全て読み切るなんて。あ、そうだ。花宮さん、ちょっといいっすか？なんだよ。相手のパターンを全て読み切ることができるんすよね。それ、じゃんけんでも使えます？は？じゃんけん？いや、俺としんちゃんとで、いつもじゃんけんをやってるんすよ。負けた方がリアカーを引っ張るっていうルールなんすけどね。なんだよ、そりゃ。けど、そのじゃんけんに俺が全然勝てなくて。でも、花宮さんなら、ひょっとして勝てたりするんじゃねえかなって。もし勝てたら、パターンを読むコツを聞かせてもらっていいっすか？バカじゃねえのか。俺がわざわざそんなことに付き合うかよ。まあまあ、そう言わずにこっちに来てくださいよ。おい！さあ、しんちゃんも準備いいか？高尾、いきなり何なのだよ。はい、出さなきゃ負けよ。じゃんけんぽん。勝ったのだよ。あらら、勝てなかったっすね。ざけんな！急にバカなことさせやがって。だいたい俺は、こいつのじゃんけんのパターンなんか知らねえんだよ。あ、なるほど。それもそうか。はっ。じゃあな。ああ、ちょっと待ってください。まだなんか用かよ。今、じゃんけん負けましたよね。リアカーを持ってくるんで、しんちゃん引っ張るのを頑張ってください。おい！じゃんけんはしたけど、リアカーのためになんてやってねえよ。ふむ。こうして過ごすのも、悪くはないな。もし出かけるときは、遠慮なく声をかけるのだよ。あっ！本気でいっちゃうよ。行かせてもらうよ。受けて立つぜ。そこをどくんだ。決めるよ。おい、頼んだ。僕が打とう。状況判断は任せてくれ。コートの状況はもう見えている。そこだ。俺が決めてやる。あれ、甘い。決めさせてもらう。ここ一本取るぞ。通してもらうぞ。いけ。よっと。パスだ。マーク忘れんなよ。ちょうだい。よし。バスキな理不尽だってことをこっちだ。教えてやるよ。攻めるときはイーグルアイでいい具合に行こう。よこす。僕が打とう。おっと、俺がフォローするよ。決めるよ。悪くないフォローだ。何度でもフォローするから安心してくれ。よし。なんだか最近いい連携が取れるようになってきたね。この調子でお互い息を合わせてプレーを続けていこう。連携がうまくいくということは進歩と言っていいと考えられます。さらに努力を続けてお互いに今よりも上を目指しましょう。俺に言おうか。やるとしよう。僕の勝利は絶対だ。かかってくるのだよ。決めさせてもらう。ダジャレがうまいやつはここにいる。Se ha detectado una amenaza。コートの状況はもう見えている。そこだ。簡単にボールやらねえから。おい、どう守ってもこのシュートは止められない。ダジャレがうまいやつはここにいるぞ。いけ。どうだよ。もらった。こっちこっち。そこをどくんだ。決めるよ。やった。あげる。決めさせてもらう。攻めるときはいいぐるあいでいい具合にいこう。通してもらうぞ。相手の思うようにはさせるなよ。図が高いぞ。膝は格の違いを教えてやろう。よし。む。さてと、腹ごしらえだ。ああ、腹が減っては戦ができないからな。あれ、あの人は。さてと、何を食うかな。それにしてもこんな時間でもかなり賑わってんな、この店。見たとこ学生も多いしまあ俺らもだけどよ。どこもテスト期間中で部活が自粛中だからな。仲間内でちょっと食べようとかあるんじゃないか。なるほどな。ああ、そういやテスト期間中で思い出したけどよ、今っていろんな学校の奴らと一緒にバスケすることもあるだろ。その時くらいは喋り方に気をつけろよ。は？俺が何に気をつけんだよ。引くぞ。何にってもう今も言ってたじゃねえかよ。その引くぞとかは慣れてねえ奴からするとビビっちまうだろ。あ、確かに。でもよ、俺にしてみりゃ愛の無知だぜ。それによって相手が行いを改めてくれたりすりゃ結果オーライだろ。改めるも何も怖がって萎縮しまっての。まったく。ん？あそこにいるのセイリンじゃねえか。ああ、ほんとだな。向こうもこっちに気がついたみたいだぜ。そっちも腹ごしらえですか？おう、なんだったら一緒に食うか？いいですね。ご一緒させてもらいます。ご注文をお伺いいたします。そうだな。カレーもんじゃ一つ。もんじゃとは、どんなもんじゃ？来たこれ。なんだ知らないのか。もんじゃっていうのは、キャベツで土手を作って、いいから早く頼まねえと焼くぞ。おい、宮地、言葉遣い。あ、え、焼いてくれるんですか？なんか悪いですよ。は？でも、自ら焼くと言い出すということは、かなりの自信があるみたいですね。おう。なんだ、この今までにない返しは。うん、うまいな。それにしても、お前らとこうして飯を食うことになるなんてな。知らない仲じゃないですし、むしろこういう交流はあっていいと思いますよ。だよな。話もいろいろしてみたかったしよ。何か聞きたいことがあれば、遠慮なく聞いてください。いや、そう改めて言われると何を話すか戸惑うけどよ。そういや、お前の髪ってえらいキューティクルだな。何か特別なケアでもしているのか？いえ、特に何もしてませんよ。へえ、意外だな。確かに、影虎さんからも髪のことを言われていたもんな。けど、別に行きつけの美容院があるわけでもないし、髪を切るにしても、どの店にするか決まってないくらいだ。そりゃ、少し髪を切りたいんだよな。だったら、ヒューガにでも頼んでみたらどうだ？あいつ、理容師の息子だろ？なるほど。候補に入れておくか。ご注文の豚玉をお持ちしました。豚玉？豚玉のうまさに、ぶったまげる！来た、これ！いいからさっさと受け取れよ。切るぞ。おい、宮地。だから言葉遣い。やべ。切る。宮地さんは散髪ができるんですか？よかったな、イズキ。切ってくれるってさ。いいんですか？でもなんか、申し訳ないな。こいつらには違う意味で言葉遣いに気をつけた方がいいな。ああ、俺の言葉への返しがいちいちめんどくせえ。おっと。なるほど。